M42 鉄棒。折り返し処理が省略され、裾部分が伸ばされている。M40 鉄棒。折り返し処理が施されているため、裾部分に丸みがある。M42 鉄棒とは、第二次世界大戦中にナチスドイツで設計された戦闘用ヘルメットである。1942年に採用され、M40 鉄棒を更新した。主に、ドイツ国防軍や、 新鋭隊などで使用された。戦争の激化に伴い軍事費が膨らみ続ける中、より安価かつ早急に調達しうる鉄棒として開発された。M42 鉄棒は1940年に採用された M40 鉄棒の製造工程を一部簡略化したもので、裾部分の折り返し処理などが省略されていた。また、従来鉄棒の側面に描かれていた気象は、 狙撃兵の標的になりやすいことが判明していたため、以後は描かないこととされていた。しかし、1943年頃までは気象を描いたままのものも多かった。当初、M42 は能力色に塗装された状態で支給された。これは野戦における迷彩効果を期待したものだったが、前線ではさらに迷彩効果を高めるべく様々な工夫が加えられた。 東部戦線では、雪中で目立たないようにと石灰色で塗装した。アフリカ軍団に支給される鉄棒は、ほとんどすべてが、カーキ色で塗装されていた。大戦末期には、迷彩柄を施した布製の鉄棒王員が作られ、主にヨーロッパ戦線で活動する武装神兵隊に支給された。迷彩柄は、野戦服と同様、アイヒエンターン。 エルブゼンターンのシュプリッテルターンなどのパターンが用いられた。偽装用の草木を取り付けるための固定用ベルトもあったが、これらは鉄棒を委託射撃の支えに使う際の妨げになるとして、狙撃兵らには嫌われていた。ノルマンディ方面では、クラチャ色に塗装されることが多かった。ありがとうございます。